皆さんどうもドラゴン TK です。で、ね、今回もですね、新三角無双 X でやっていきましょうということでね、最後の弾を持ち現れた来賓を給油の帳に武器を向けたということでね、で彼との1対1の戦いを制して一員を突き止めろということでね、今回めっちゃなんか短くなりそうやねんけど、まあ行きましょうか。まあね、短かったらその時またもう一個なんかやっていったらいいだけやしね。では行きましょう。許されざるも。待て、なぜお前と戦わなければならない。理由は何？突然いなくなったと思えばどうして。話している暇はないんだ。もうその時はすぐそこまで来ている。シリュウ、どいてくれ。お前を巻き込みたくない。お前に一体何があったというのだ。彼が持つ最後の力、あれは大地、鉱石を生み出す金。え、ここまでの間にいるはずもない人の像が動いていたのはこの力のせいだったのね。俺自身が手を下さずに進めばそれが一番良かったんだけど、シリュウは像に倒されるほど弱くないよな。理由を話せ。なぜお前が私たちを襲うのだ。ようやく使えるべき主と国を持ったお前を苦しめたくないんだ。シリュウ、そこをどいてくれ。いやだからなんで。いやだからなんでやねんけど、まあ、行きましょう。まあ、シリュウ、理由は聞かずにレイカさんの力をこちらによこしてくれ。でないとお前を倒さなきゃならない。待て、一体何があったのだ。くっ、取り付く島がないか。お前と戦うことになるとは。なんだ一体。ラヒンとの生き死に勝利せよ、まあ、すぐ終わるやろ。彼の持つ最後の力は金。人間を模した偶像を生成できる力。一対一だと油断せず気をつけて。ああそうなん。ああそうなん。あ、そうなの。さすがだシリュウ、俺一人で叶う相手じゃないよな。ならこの力を使わせてもらうぜ。え、うわうわ、いっぱいあるいっぱいある。金の力で自分の偶像を作り出したのね。本物を見つけ出して倒さないと。本物のライヒンを撃破せよ。マジで。マジかよ。でも早う。可否で。ああ。そうそう。呂布を倒した時、力の危険性に気づくべきだったんだ。だけど、俺は自分の好奇心に負けてしまった。危険を重々承知して、お前はレイカ殿のために力を集めようと奔走していたではないか。どうして急に考えを変えたのだ。うん、じゃね、マジかよな。トシバイバイバイだからこそ、我々人間が持つのではなくやってもたよ。霊下殿へ返すことが最善なのではないか。悪用も暴走も彼女の元ならばお決まい。あ、なんか待て待て待て、まず上から片付けていきましょう。なに、そうだね。シリーは気づいていたのか。彼女の成長を、力を取り戻していく中で、レイカさんは定山で出会った時とは別人になっていった。そうなん？別人？確かにレイカ殿は多くの人間に出会う中で少しずつ変わっていった。だが別人というほど大きな変化は。うん、そうやんな。あ、ヘボ、あ、ヘボ、え、何このヘボさん。え、まだ続けてくるか、違った、どこや。よし、まあ、次俺のターン。あ、あ、そこ、聞いた。じゃあ、これでいける。いいね、いい感じ、いい感じ。で、プレイヤー、プレイヤー、乗ってる。で、やるよ。で、あとは、うん、結構、向こう行くな。
ってないのか。ルートばっかでした。一番最初に回やったんか。なるほどな。ルートばっかりやってもらうか。ルートばっかりやってもらうかも。これ次が本物やね。悲しい思うかな。どうしよう。ルート探し合うことにしていこうと。やっぱりしてやったんや。子供の頃からずっと一緒だったんだ。空想なんで、死竜ならすぐ見破れるよな。だが、俺はまだ諦めないぜ。趙雲が偶像を見破ることも想定の範囲内だというの。彼はまだ何か繰り出すつもりよ。気をつけて。まあな。勝てるかどうかじゃない。俺は勝つんだ。金の力を最大限引き出して、呼べる限りの偶像をここへ呼び寄せる。こんな死に物狂いのない日、初めてよ。それに偶像を大勢呼び寄せられてはもはや抑えきれないわ。その前に彼を止めましょう。じゃあね。うん、400が結構暗いのか。アイテム使って。はい。どうだ。このままでは。奴の力を。奴。シアク。一体お前は何をそこまで恐れたんだ。ラヒン撃破に勝利。勝利。うん。ライヒンどうなんの？これで5つ。ようやく。何が起こってんの？ちょっと待って。うわ、なんかログ、あ、来た。来たけども、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 何が起こってんの？何が起こってんの？生徒に包む悪しき霧。トロフィー獲得したね。ようやく帰れる。そう思った瞬間だった。黒い、熱い。痛い霧が私の中から出てきて、気が遠くなる。何？どうなってんの？そこから先のことはよく覚えていない。よく覚えてない。は？私の中が私ではないものに満たされていく。徐々に嫌な感覚が蘇ってくる。これは奴だ。力と引き換えで倒したはずなのに、なぜここにいるの？今、奴に対抗できるだけの力を持った者はこの世界にいない。ごめんなさい。人の希望を、志をダメにしてしまう。必死に叫んでも霧に声はかき消されていく。マジか。三人で始めた旅が今、終わりの時を迎えようとしていた。やばいってこれ。ん？感謝するぞ、ジャーシル。力を集めるだけでなく、そやつまで始末してくれるとはな。何を言っている？正気に戻れ！私は正気だ。なんか乗っ取られてる感がいられる。久々の実践。
まずはお前から血祭りにあげてやろう。はあ？なに？なに？同じしない。は？すぐ、なに？何が起こってる？ここは我々は劉将を倒し生徒にいたはずだが、私が作り上げた私の世界だ。ここでは全てが意のままになる。まずはあの親子を作り出してみるか。お前たちも言う志、くだらん問題、使いようによっては役に立つ。はあの親子、それを果たせなかった恨みはなかなかに強い使命とな。こやつらのようにな。はい。孫権殿、孫策殿、なぜここに？偶像志を果たせなかった申し訳、私が捕まえて像に吹き込んだ。恨み募るこやつらに勝てるかな。嘘。めっちゃなんか多いんやけど、まあやっていこうまならしゃあない。なんか知らんけどストーリー進んでもだ。恨みに支配された心はそれを晴らすまで容易に折れることはない。ああそうなの。怨念の刃に貫かれる苦しみを存分に味わえ。何が起こっているのだ。本当に孫権殿と孫策殿なのか。なぜ彼らと戦わねばならない。何が起こってるマジで。謎の敵の作るし猛将を打ち破れ。孫権と孫策を、南側には敵の兵器が展開しているか。なるほど。そのまま進むのは得策ではないな。西側より迂回して中央へ向かおう。ほう、なるほど。まあこいつらはやっていた方がいいってことやんな。はあ、レベル高っ。ちょっと待て、いやこれちょっと待て待ってこれ、いやちょっと待て、これレベル高いぞ。全員99。はあ、これ勝たれへんやんか。どうすんのこんな99なんて無理やん。もうちょっと待って、もうこれの負けだって。もうこれでいこう。もうこっちの方がまだマシやって。オッケー。マジかこれ、きついって。ジュレンの OK。 違う OK。 よっしゃー。おお、一筋縄ではいかないか。ならばこちらも総力を結集してお前たちに挑もう。はあ、マジで。これ以上敵が増えては対処が厳しくなる。門を封鎖すれば援軍の到来を防げるか。門を封鎖する、どこの。ああ敵の到来を阻止せよ。きっつい、マジで。ちょっと待って、きっついんだけど。そんだけ食ってるけ。やばい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 。こっちはちょっと無理やな。レベル99なの。行けばきれやんか。オッケー。なるほど、このおじさん。ちょっと待って。どうへ。何？ちょっと待って。マジか。ちょっと待って。どうへ。すごい敵あるけど。意味わからんしもう。
ってくる。で、いいやな。あー、2人だけか。じゃあ、ちょっと共鳴。ちょっと、無理っぽいかな。あ、やった。ブルブルブルだな。レベル9で来たもんな。やばいって出て。うわ、あんな上からこっち来たから撃った。マジで撃った。ジャイン、負けた。やった。ボールしかないのか。きついな、マジで。どうした。きれい。1100。お、レベル上がった。こっちでやっといて。ストレート。よし、通信成功、成功。したね。ならば、どうだ。あ、見て。よし、超えたってきた。お、レベル上がった。いいぞ。そうでなくては。我が復活の宴は盛り上がらぬ。だがその程度ではまだまだ私には及ばぬ。気の力解放。え、謎の敵からの攻撃について。え、謎の敵が友の力を使った攻撃を開始すると、そうするユニットのいずれかを中心とした一定範囲内に予定の攻撃位置のマーカーが表示される。マーカーが表示された範囲にユニットがいると敵の行動時に大ダメージを受けてしまいますと。攻撃を少ないようにしましょうということね。分かった分かった。もうで、あ、でも遅いな。もう分かった、耐えよう。でも次耐えよう。遅いや。ノックを長すぎるんで。えい、共鳴台。次か、攻撃を今別にいいか。共鳴して、で、ここでも共鳴で、で、グレンで。なるほど、そうなんだ。無理か、じゃあ、ここで行こう、ここで行こう。はい、いいね、いい感じかな。え、どう、え、そう、あ、そうそう、はい、エネミーテイル、謎の力、謎の力、友の力倒すのは、ダミアギョさん。どこに現れる、まだか。防御、ダブルヒアカマズ、コマワンダコ。オッケー、ダミアギョドンブルだ。ドンブルだったね。無線成功したよ。オッケー、3人で行こう。全員やろ。これはいいか。オッケー、これでゴールで。あ、こっちだ。間違いないな。ドブルパンチだぞ。はい、よっしゃ。おっ、レベル66になった。よし、上行っちゃいまでい。上の力があそこに来るよ。マジでちょっと待てよ。よし、これで OK やろ。で、あ、じゃあ、ミスた。まあいいな。よし、これであと上に行くだけか。何、え、あ、マジかこれ。違うの攻撃でプラチパ。これやったか。よっしゃ。上のやつら、あかん。一匹やかん。一匹やかん。待たせたな。ああ、決着をつけてやろう。嘘、マジで。うわ、あ、マジ。大幅に少しできた、できた模様。あ、そうだな。親父の元へは誰も行かせねえ。俺と兵器で弾き返してやるぜ。なんかちょっとさ、行かれてるやんか。兵器が動き出したか。孫作殿の偽物を撃ち、あれを止めなければ。そうやね。たかが駒と兵器に手こずるようでは、私が出るまでもないな。うん、肩慣らしに遊んでやってもよいぞ。無理やって、レベル99やもん。うん、
ちょっと待てよ。あ、ここにいる。なるほど。あ、これできるわ。取ってかれ。よっしゃ。おお。下はあの下でいけるかな。よっしゃ、3人で共鳴じゃん。よっしゃ、これで奮起を打っちゃうとあかんから、 OK、 これで OK。 OK、 これで、まあ、お、いい感じに終われたんか。よっしゃ、ひどくしまないぞ、ひどくしまないぞ。よっしゃ、よっしゃ、おった。うん、おしゃレベル上がった。なんとか敵を退けたが、偽物とはいえ孫権殿と孫作殿の姿をした者をこの手にかけさせるとは許せん。許せん、勝利しましたよ。うん、うん、おお、結構いいの、いい宝箱がいろいろ来たけど微妙。あ、移動プラス一応嬉しい。あ、こいつは何のやつや。あー、しばしようかな。お、移動まだいいって聞きました。じゃあ今回はこれぐらいかな。どうだ、まだ起こる、何か起こるか。あ、新たな地域に行けるようになったってことでね、今回はこれぐらいにしてお願いしましょう。今回結構長かったね。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントのフォローね、よろしくお願いいたします。一応ね、チャイラン概要欄のところからね、ツイッターのリンク貼っておきますんで、もしよければね、そこから飛んでフォローお願いいたします。ではさらば。